海上自衛隊では現在、FFM と呼ばれる新たな艦種である最上型護衛艦の建造を進めている中、次期 FFM とされる FFMAAW の構想が具体化しつつあり、防衛装備庁と三菱重工業は、2023年11月7日から2日間にわたってオーストラリアのシドニーにある、インターナショナルコンベンションセンター ICY シドニーで開催された INDOPACIFIC2023 で、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この INDOPACIFIC2023 とはインド太平洋地域における最大規模の兵器展示会で、防衛装備庁では三菱重工業などの日本の防衛産業を支える企業とともに、防衛装備品輸出三原則に則った上で日本の防衛装備品の輸出を促進すべくブースを展開し、その中に海上自衛隊の最上型護衛艦 FFM をさらに発展させた FFMAAW の模型が展示されていたな。今回は海上自衛隊の最上型に続く次期 FFM が具体化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、FFM と呼ばれる最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦であり、それゆえに新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したよ。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種とされているな。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式の機関が搭載されており、その内訳は MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN車12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載とされ、7万馬力を発揮することで最大速力30ノットでの航行が可能だぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機に C ラムが1機の他に、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に、1七式艦隊艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH-60 系ヘリコプター1機が艦載され、さらに対戦ミサイルや対空ミサイルが発射可能な垂直発射システム VLS-16 機が後日搭載とされていて、2025年度からすでに収益している3隻に加えて今後建造される艦に VLS が搭載されることになっているらしい。防衛省では当初、この最上型護衛艦を22隻建造する計画であったが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、最上型護衛艦の建造は12隻で終了することとして、さらに新たな設計のによる新型の FFM を10隻建造することを発表したよ。そして、8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになることが公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造されることが決定されて、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているね。一方で新型 FFM はその艦種名が FFMAAW とされ、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているな。最上型の基準排水量3900トンに対して、この FFMAAW は4880トン前後にまで増加されており、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているぜ。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量4550トンか、高波型護衛艦の基準排水量4650トンをも上回ることになり、
フリゲート FFM ながら駆逐艦サイズの汎用護衛艦 DD よりも大型艦となるというよ。また、この新型の FFM AAW には、最上型護衛艦と同様にステルス性能が追求されていることから突起部分が少なく、これまでの護衛艦以上にステルス性への配慮がなされたされた艦隊デザインが特徴的で、舷側がのっぺりしているだけでなく、レーダー反射断面積 RCS 低減のために主船体、上部構造とも外国のステルス艦と同様に傾斜角が付されているみたい。さらに、その外観上の大きな特徴となっている艦橋頂部に配置されている棒状の、通信用アンテナが統合されたマストである NORA50 複合通信空中線、別名 UNICORN-UNI けどシーオンバインドレディオアンテナユニコーンが搭載されているな。そして兵装は、62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、17式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機 324m 3連装単魚雷発射艦と最上型護衛艦とほぼ同じであるのだが、大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS の搭載数が最上型では16セルとされているのに対して、新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって倍増となる32機が搭載されることになっているぜ。さらに、最上型護衛艦において後日搭載される16セルの VLS のすべてに、07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定とされているんだけど、新型 FFM では艦式号が FFM AAW とされていることから、アンティエアーウォーフェアーすなわち対空戦に対応する艦種であることが察せられ、その VLS にはスタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いとして、防空能力が強化されるものと見られているね。また、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊自衛隊では護衛艦を新造してもその人員確保が困難とされていて、最上方では消費とかが徹底されているぜ。例えば艦橋の操舵室には従来の同規模の大きさの護衛艦であれば10人前後のクルー配置が必要とされていたのであるが、最上方では操舵室の中央に車のハンドルほどの大きさの打輪がある航海式艦席、その左側にレーダー隕石、艦橋右舷側の端にある艦長席の3席のみで、戦時であってもその他に艦橋で見張りの任務に就く信号員を足した4人で運航することが可能というわけだ。また、護衛艦の心臓部である戦闘式助 CIC は360度ディスプレイで囲まれた円形になっていて、各モニターに表示される情報は自由に設定が変更でき、CIC 内の全員が艦内各部署に設置されているカメラやセンサーからの情報を共有することができるらしい。そのことによって戦闘管制だけでなく、運航操舵各種機器管理なども CIC において一元化されたトータルシップコントロールシステム TSCS が採用されており、少人数でも艦内すべての情報の取りまとが可能となり、このクラスの護衛艦で必要だった従来200から300人ほどの乗員が最上方は90人程度で運用が可能となっていて、これは FFM AAW にも引き継がれるものとされ、海上自衛隊と同様にオーストラリア海軍など、人員不足に悩む海軍にとっては消費と化された FFM は大きなメリットをもたらすものと見られているぜ。日本政府と防衛省ではこの防空機能が強化された FFM AAW を、防衛装備品移転三原則に基づいて第三国への売り込みを図っているとされ、それによって同艦の建造費を低減させることを目論んでいるとみられ、今後国内外における防衛装備品の展示会などで強くアピールしていく方針であろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立したね。これに伴い、15カ国限定での輸出が開始され3月26日に閣議決定されたな。今回は15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と日本の戦闘機配備の行く末を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本、イギリス、イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を、
防衛装備移転三原則にのっとって行われる。第三国への輸出について、自民党と公明党の間で同意が得られていなかったんだけど、次期戦闘機については輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得たよ。そして、2024年3月15日に自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にして参りたいと述べたんだ。この政府与党の合意によって3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正したね。この運用指針によって次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って防衛装備品の移転協定をすでに交わしている。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦 UAE の合計15カ国だな。政府ではイギリスとイタリアを除く、これら15カ国から次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国でないことを条件ではあるが、個別に与党間で協議を実施した上で閣議決定により承認していく方針が打ち出されたぜ。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに戦闘が行われている国には輸出しないというものだね。さらに今後、新たに日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによってイギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるんじゃないかな。また、自民党内においても日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に大きな禍根を残すことになる、と指摘されていたが、歯止めがつけられたものの輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっているらしい。これに対して野党からは15カ国に絞ったと言っても新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならない、と指摘されており、今後も政府と自民公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要だろうな。次期戦闘機の開発は、共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているけど、本部はイギリスに置かれて組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められているみたい。2024年12月9日に日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた。次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア及びスウェーデンの間でユーロファイタータイフーンの後継機として、共同開発が進められていた BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表されたよ。現時点でスウェーデンは共同開発計画には参加していないけど、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画においてもともと契約の主幹であった三菱重工が新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定したんだ。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールスロイス、電子機器はイタリアのレオナルド S プ
A のイギリス法人がそれぞれ担当することになったぜ。一方でイタリアからはレオナルド S。プ。A とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だな。さらに日本、イギリス、イタリア各国政府から、前とした GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために、設立されることになった国際機関 GIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表されたようだ。GIGO は本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされているよ。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えてイタリアの、レオナルド S。プ。A も、この GIGO からの指示に基づいて機体の設計や製造などを担う、共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップにはイタリア人が就任する方向で進められているね。なお、GIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに参加国が交代で務めることになっているぜ。今回 GIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは参加国のバランスを取った形となっているものの、両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた、日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されているね。3年ごとにトップが交代しても本部がイギリスにあるため開発の主導権をイギリスに握られるのではないかと、懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、三国の主管企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは BAE システムズであるので仕方のない気もするよ。今後、GIGO では機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は来年度予算の概算要求の中に共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているみたい。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが F2 戦闘機の後継であるとすれば対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機にそれが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては仮に次期戦闘機が空戦能力重視の制空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めているアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング2が、制空戦闘のみならず対地対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため問題はないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模だぜ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、
スタータービンが4基組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうだ。また出雲型護衛艦の電源設備として、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を4基等搭載しており、合計で最大1万4000kW の電力供給を行うことが可能となっているらしい。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋を備えているな。これは、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時に発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0 メートル、全幅 38.0 メートルが確保されていて、海事で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能ということだよ。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が、主任務である MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1第2及び整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということだな。ということは、出雲型はそれほど大きいということだぜ。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介すると、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1065 トンで、MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベータが出雲型護衛艦には2機備えられていて、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているらしい。各エレベータのサイズだが、飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルで、サイドデッキ方式のエレベータは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるとのことだ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 ム、重量27トン強という規模ということみたい。出雲型護衛艦のネームシップで一番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だけど、それを見越して設計がされていたことが垣間見えるよね。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と、増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成された醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったわけだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、
2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を企図した研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を企図する研修が行われたようで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否か特別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈を、ひねくり回したものという感は否めないが、しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だな。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されていて、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているようだな。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのだが、この先駆けとなったと見られているのが、日向型護衛艦の日向、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲矢印島根、加賀矢印石川だし、日向矢印宮崎、伊勢矢印三重というわけだ。日向型護衛艦のサイズを紹介すると、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模で、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦ということになるよ。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦前とした外艦だけど、回転翼機の昇降用のエレベーター2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだ。この日向型護衛艦のエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難ってわけだ。そのため、出雲型のように日向型護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の、代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。